い、こんにちは、シェラスポーツです。皆さんお元気ですか？はい、やっぱり暑いですね。この時期ですね、コメントに多いんですが、平裏のお手入れを気にされるお客様特に多いですので、今日はね、こちらですね、 Z さんの、平裏お手入れ用のスプレーオイルのご紹介をいたします。どうぞ。はい、じゃあ早速こちら見ていきましょうか。私もねこれね使ったことがないので、これ新品です。ちょっと封切ってみましょうか。よいしょ。スプレータイプっていうことですけど、あーこんな感じね。どうだろう。あーなるほどね。ちょっとねスペック確認しましょうか。はい、こちらね、グラブミットの手入れ、平裏とありますね。平裏中心に、それから手袋にも使えるということなんで、内側中心に使える捕獲オイルということになります。中身はユーカリ油配合スクワランオイルスプレータイプということで、スクワランオイルをベースに、ユーカリオイルを配合して、スクワランの成分が捕獲、皮を健康に保つ。でユーカリ成分が抗菌、それ除菌ですね、除菌抗菌で、消臭にも役立つというふうなことですね。はい、なかなか面白いですね。ちょっとやってみましょうか。はい、手入れしないでほっとくと、気づいた時にはこういう感じでね、平裏がカピカピひび割れちゃうと。これ油分が抜けちゃって割れちゃうわけですね。こうなったらもう元通りにはなりませんが、少しでもね、いい状態を保つようにちょっとやってみましょうか。ユーカリね、はい、コアラが食べるやつよね。ユーカリが抗菌、殺菌抗菌作用があるんですね。ユーカリの香り、ユーカリ油の香りには精神を落ち着かせ集中力を高める効果があります。ちょっと見てみましょうか。はい、こんな感じですね。浸透するまで、ちょっと置いておいたらいいと思うんですけど、匂いはね、なんていうのかな、メントールでもないけどスーッとした、はい、すっきりした匂いがしますね。アロマっぽいのかな。うん、ちょっと表現難しいですけどね。はい、はい、手でちょっとね伸ばして5分ほど経ちましたが、こんな感じですかね。ツヤ出てますか。そうですね、さらっとしてぬるぬるにはなりませんね。スクワランベースですから、捕獲成分が中心ということでニュルッとはしません。いいですね。他のもやってみようかな。これね割れてませんけど、やっときましょう。先に伸ばした方がいいのかな。よいしょ。しっとりするな。ちょっと置いときましょうか。はい、こちらもね5分ほど経ちましたが、どうかな。うん、しっとりしてますね。こんな感じです。はい、平裏にということですが、上高級なね、グラブオイルとして、これ普通の外側のね、受給面や背面にも使えそうですね。はい、はい、どうでしたか。スクワランベースですのでね、
そんなに粘つくことはないですが、やはり油ですから塗りすぎには注意ですね。この前紹介した除菌、消臭スプレーね、こちらはアルコール機材なんでベトつきはないんで頻繁に塗っても大丈夫ですが、こちらはひび割れをあくまでも防ぐために適度に塗布するというところが注意点ですね。はい、それでは皆さん、さようなら。